最高位戦、八王朝疑惑事件とは、1980年に行われたマージャンタイトル戦の第五期最高位戦の決定戦27戦目において、八王朝があったのではないかとの疑惑に根ざす騒動。八王朝を疑われた参加者2名は失格となり、第五期最高位戦はその時点で打ち切りとなった事件である。1980年12月24日、 最高位決定戦三3 5回戦中の27戦目が行われていた。事件はそのつぼねのオーラスで発生した。メンツは、田村光明、名田浅太郎、作家の畑正則、荒正義の4名。残り8回戦で1位の田村と2位の名田の183ポイントの差は、当時の最高位戦の順位点のルール上、逆転が不可能というわけではない点差である。 何家があれ、西家が、畑、ホッケが田村である。ドラは南。トータルでもトップ、この半層でもトップ目だった田村は、速攻を目指して、地位を入れ、9巡目までに先点の安い役を転廃し、逃げ切り体制に入っていた。一方、総合4位、この半層では、トップと先点差の2位につけていたアラは、2回のチーポンで、ラブ南、中、ドラ3の、 高め飛べ万、アンメでも、中、ドラドラとなる手を転廃していた。町は五作と南の、シャンポン町であり、どちらでも上がれるが、南で上がった方が点数が高い状況である。あらまさよしの手配。参考文献とした岡田には、一頭をどこから、ポンしたかは、明記されていない。この局面で、総合2位の名だが、振り点含みのピンフのみの一向調という差して、 勝負型でもないところから、ドラであり正杯であり、半杯でもある南を切る。河野飛べン一万二千点の当たり牌であり、この半層は、自身の逆転トップであるにもかかわらず、なぜか、これを論せず見逃した。観戦していた主催者である、近代麻雀の編集長、岡田和弘によれば、あらは積もりかけた手を引っ込め、見逃すまでに七枚しかない手配を何度も並べ替え、 さらに改めて積もを行った上で何度も小手返しを行い、さも手配から出したように、今積もってきた一万を捨てたという。その結果、次順に、アラが田村の先点に放獣し、田村のトップでこの半送は終了、トータルでもさらにリードを広げることとなった。その直後、主催者側である岡田により、第5期最高位戦の終了が宣告された。 なぜ恋に見過ごしたのか、岡田に正されたアラは、山越しをかけて、田村さんから狙い撃ちしたかった。トータル1位を狙うには、まず田村さんを沈めなければならず、そのための当然の戦術と語ったという。ただし岡田によれば、翌日改めてアラを問いただしたところ、野田さんに迷惑がかかるから言えない、との回答しか得られなかったという。小島によれば、奈田とこうは、当時、 指定のような関係で、東京・北海道の先輩後輩であったこともあり、事前に、両者の間で、師匠格のダを勝たせるという談合があったのではないか。つまり、アラの行為は、自分より、逆転優勝のチャンスがあるダからは当たるまいとする、恋の見逃しではないか。ダも、自分の捨て灰では、こうが論しないことを知った上で、危険灰のドラを打ち出したのではないかとの疑惑が持たれた。 主催者側である岡田も、古川が衣装の弟子だったらが破門され、だの元に走ったという二人の関係は承知しており、また、河野一連の不自然な動きをうろたえたと見ており、山越しを狙ったという言い訳は、あまりに見え見えであり、不自然であると捉え、その場で談合を指摘した。岡田は悩みに悩んだという。この手の問題は、元よりどこまでが許せて、 どこからが許せないものであるのか、明確な線引きの難しいものである。岡田による談合の指摘に展開が気になりたまたま会場にかけた電話で事件を知った小島卓夫筆頭に何か証拠があるのかイカ様は現場を抑えなくてはダメだなどといった反論が行われ、岡田も荒い言葉でさらに反論するといった状況になってしまった。岡田によれば、傍証は 山ほどあっても、この手の談合には、直接的な証拠はないのである。岡田に売れば、奈良が捨てた南を、アラが普通に論していた場合、トップの田村とコートの差はトータルで188.1ポイントに縮まる。一方、もしアラの主張通り、奈良の南を見逃して、山越しで、田村の捨てる南を直撃していた場合は、田村とコートの差は十九点二ポイントと、 さらに49ポイントも縮まる。確かに点数状況的には説得力があるが、岡田の目には、アラの動作はあまりにも不自然に見えた。また、直撃はできなくとも12000点もの上がりは、アラの優勝に向けては十分にメリットのあるものであり、山越し狙いであったとしても見え見えに過ぎる。こんな不審な動作が続いた後に、南を切る雀士などいない。 田村が南を積もってきたとしても切る可能性は非常に低く、可能性の薄い山越しの直撃狙いという言い訳には大きな疑問が残ると考えた。同様に、アラによれば山越しを仕掛けられたとされる田村も自分が攻撃の目標になっていることは百も承知。一番気をつけなければならないことと戦う前に心に言い聞かせていたことが山越しパイに気をつけろ、だった。 アラさんが本気でそう思っていたのだとしたら、僕も舐められたものだと岡田に語ったという。結局岡田は近代麻雀の発行元である竹処房社長の野口京一郎と相談の上でこれを談合とみなし、なだとこうを失格とし、八回戦を残してこの時点で第五期最高位戦を打ち切った。そして打ち切り時に総合得点で暫定一位であった田村光明が、 第5期最行為に3位だった畑正則が繰り上がりで2位に認定された。この事件は当時各種スポーツ新聞やタブロイド誌、さらには各種の男性向け週刊誌などで大いに取り上げられることとなった。岡田によれば岡田側に立った報道が圧倒的に多かったと言い,い、なだ、あらに立つ側の日本プロ麻雀連盟初代会長となった小島によれば、 向かい風はきつかったという。なおプロジャンシラはもともと竹書房や近代麻雀の専属というわけでも、近代麻雀に行動を束縛されていたわけでも、全くなかったにもかかわらず、一部には口述する日本プロ麻雀連盟の設立をクーデターなどとするトンチンカンな報道も見られたという。事件の翌日、岡田、地区房社長のぐち、など、小島の四人で会合が持たれたが、 結局は、お互いの溝を深めるだけとなった。岡田によれば、小島は近代麻雀との全面戦争を宣言する始末で、小島は日付には言及していないが、この問題で、野口は、灘と子を麻雀界から抹殺すると言い放ったという。翌1981年1月31日、小島、灘を中心に失格になった2名を含む、 多数のプロジャム氏が新団体日本プロマージャン連盟の設立を発表3月6日に設立に至り最高位戦を主催する近代マージャンとその発行元である竹書房と田元を分かつこととなった岡田や小島によれば日本プロマージャン連盟設立の構想自体は以前からあったものであり近代マージャンの岡田も賛同していたもので 近代麻雀に対抗するため急遽作られた組織ではない。本校で述べる事件により、近代麻雀側への対抗上、その立ち上げが早まっただけだという。日本プロ麻雀連盟の設立後、それに所属するプロジャン氏が最高一戦や近代麻雀市場に登場することはなくなり、彼らは対局や執筆の場を当時発行されていたもう一つの麻雀専門誌、 プロマージャンに移した。結果的にこの事件はプロマージャン界を分裂させた。これが小説マージャン放浪期やマージャン新選組の登場により火がついた1970年代から80年代初頭にかけてのマージャンブームを衰退させる大きな原因になったと言われている。岡田は1986年の著書でこの分裂があったからマージャン界は なんとか続いているのであり、あのままの状態で続いていたら、堕落が早まり、麻雀界は、この世から消えてなくなっていたと確信するとしている。小島武雄は2010年の自伝の中で、あの見逃しは断じて、断合、と呼ばれるべきものではないと述べている。優勝賞金100万円、準優勝7万円の大会では優勝以外に、ほとんど意味はない。 35回戦中の27回戦という終盤戦においてトータル再開の人間としてはただ上がればよいというものではなくトップ者との点差を直接縮める上がりでなければならないトータル2位のものから出た南を見逃したのはリスクを犯してトータルトップのものから打ち取ることにかけた行為なのであり談合をどころかプロとして賞賛に値する 自分が同じ立場でも見逃しただろうと述べている。また岡田によれば、事件の翌日岡田と会った時には、奈良の側に立ち、掛け麻雀では、当たり前の山越しをう々言われたのでは、麻雀は打てない。岡田さんは麻雀を知らない。二人が八百丁をやったと勇気であれば、麻雀界は大変なことになるなどと語ったという。また小島は、 金銭面などで自由奔放なタイプの人物であるが、それが故に、ある時よりしっかり者で、社会常識や人望のあるなどによく世話になり、親しい間柄であったと指摘している。なお、岡田によれば、孔が無理に総合トップを通りに行ったのは、トップ100万円、2位7万円、3位5万円、といった、オールオアナッシングとも言える極端な賞金体系に原因があると小島。 なだが批判したが、これは、第一期の時に主催者側と出場選手との相談の上で、圧倒的多数の支持を得て決定したものであり、あらこそその場にはいなかったものの、なだ、小島、田村のほか、麻雀新選組の浅田哲也と、古川が衣装も同席していた。その場では、小島武雄も、準優勝なんて何の意味もないと語っていたという。なおこの事件の結果、以前より、 馬が合わなかったこともあり、小島と田村は完全に縁が切れてしまったという。準優勝となった畑正則は当初状況を飲み込めておらず、直後見逃しや一部プロの癒着などの事情を説明した岡田に対し、初めて麻雀界の正義を見たと語ったが、後日全員に逆転の可能性のあった局面で、その時点での点数で順位を確定させ、打ち切ったことについて、 主に岡田に対して大きな不満をぶつけた文を近代麻雀に寄稿した。小説家の清水一行はこの事件をモチーフとした小説八尾長田を書いたが、これは灘川に立った内容だったという。清水は小島と個人的に親しい間柄であった。浅田哲也は事件直後に岡田から相談を受けたが、事態の収拾について、 積極的な協力は行わなかった。また、各所でこの事件についてのエッセイを発表した。この事件についての世間に対する第一報は、近代麻雀ではなく、1981年1月6日付の夕刊富士に掲載された朝伝のコラム、ギャンブル百科である。また、麻雀界の衰退を早めたのは、岡田のジャージであると非難している。失格となったは、 事件の翌日、近代麻雀小川に再選を主張したが、それが入れられることはなかった。その後ある新聞で、岡田は狂った。と、岡田を非難したという。失格、打ち切りの裁定を下した岡田は、実録、麻雀清水器、麻雀プロ、その世界で、狂っていたのはむしろ一部のプロたちであり、一部の両親が麻痺しており、以前より談合の素地があったとしている。 ある小さなタイトル戦では、優勝賞金30万円を1位から3位までの3人で10万円ずつ分割しよう、などといった事前談合が行われていたなどとも指摘している。なおこのメンツの中には、あらも混ざっていた。こうが岡田に語ったところによれば、でも麻雀は真剣に打ちましたとのことである。岡田は、この返答に唖然としたという。岡田は他にも、 具体的な談合の例をいくつか紹介しており、その中には小島も登場している。その上、最高位戦予選の最終戦である56回戦でも、灘が予選通過ギリギリにいたアラを勝たせるようにするため、南2局11巡目、2000点の積も数量の放棄を行ったと指摘している。これに対して、灘は脳天バップを拾って、意地で、 予選1位を狙いに行った結果だと反論している。ただし岡田によれば、これは最終戦であり、この半送で現在16,900点の灘が、オーラス終了までに3万点以上上がり、さらにこの半送で57,700点と、断トツである田村を逆転しなければならない。灘はまだ南4局の親番を残していたもののこれは、点数状況的に可能性は、 非常に低いという。岡田は対局後編集部に出向いてきただが、岡田にこの数両方機のつもきり記録の抹消を依頼したことから、この事実を知り、隠蔽工作を試みたがゆえに、だが故意にアラに有利に打ったと断言できるとする。そしてその理由を、だが上がれば、アラの親が流れてしまう。だはアラを決勝に残したかった。だがその方が戦いやすいからだ。 あらはナダを勝たせるために決勝リーグに残ったのだとまで言っている。また、岡田は打ち切りというジャッジについては全く後悔していないとしており、談合でのコンビ打ちもどきが当たり前になってしまえば競技麻雀は成立しない、勝敗が麻雀の実力ではなく人間関係で決まってしまうようではすべてがおしまいだと語っている。ありがとうございます。